いやあ、Windows 10のアップグレードをし忘れて今どうしようと思った方に、えーま、中途半端までの Windows 10アップグレードのやり方を説明します。多分、おそらく初心者もできると思います。えー、必要な準備は、まず、えー、パソコンに入っているファイ,ファイル、データをすべて別のところにも保存することです。例えば大きな USB メモリとか、えー、別のハードディスクとかに、えー、保存する。なぜかというと もし万が一アップグレード中に何かの問題が発生して、えー、パソコンが使えなくなった場合データにはまだアクセスできるような状態をになります。そしてもう一つ準備した方がいいものは、えー、Windows のライセンスキーですね。それは普通のパソコンを買ったならば、えー、ノートパソコンだと、えー、上と、まあ、大体下、パソコンの下を のところにあの何かが貼ってあります。Windows の何かが貼ってあります。えー、でかいパソコンだったら、えー、フロントか上、上ら辺にどっかになんかスティッカーが貼ってあるはずです。はい。まあ、ということで、えー、Windows 10アップグレードのやり方。まず、このウェブサイトを開きます、えー。ごめん。日本語のウェブサイト開きましょう。えー、この URL になってます。これを Web、えー、ブ,ブラウザに入れとけばいいんです。 下の動画の説明にこれを、えー、ペーストします。貼り付けます。ところ,だところが、このウェブサイト開くときに、実はこういう見た目にはならないんですね。えー、私は今 Windows 使ってないから、こういう、えー、画面になってますけど、普通の自分の例えば Windows 7とか Windows 8でこのページを開けば、えー、なんかすぐに今からダウンロードしますよ、えー、できますよっていうボタンを押せば、えー、ツールをダウンロードします。そのツールをダウンロードして、実行して、どっかで えー、インストールしますか今のプログラムとかファイルを全部、えー、残ったままにしたいですっていう、えーまあ、選択肢を選べばいいです。多分選ばなくてもデフォルトの選択肢だった気がします。記憶が浅いです。えー、はい。それで分、うん、かんない。多分4時間、5時間、6時間ぐらい待って違う。私の場合は4時間ぐらいかかりました。えーで、それで Windows 10になります。この動画は これで終わります、はいえー。でも、本当に終わる前に、この動画は結構大雑把な説明をしました。もし何か質問とかコメントがあれば、えー、聞いてください。もし十分に、いや、どうすればいいか分かんないという人がいれば、えー、なんかきちんとした動画も作っておきます。とにかく言いたいのは、古いパソコンを載せて、新しいパソコンを購入する必要はほとんどないんですね。あと、まあ、最終選択肢として、 Linux の利用も,ありも、えー、選択としてあります。えー、例えば Ubuntu です。でもそれは、うん、パソコン初心者にはあんまりお勧めしません。まあ、とにかく、えー、もう4分、3分10秒が経ったので、えー、ご清聴ありがとうございました。